ah <sighs> 4月17日木曜日17時になりました。木曜日チャンプルの時間でございます。はい、お願いします。17日の17時ですね。17日の17時になりました。はい。確か今日スズの誕生日で。そう、24歳になりました。はい。おめでとうございます。あのスズが。昨日はあのうちの座長のあのちゃんひびの誕生日です。16日は。 今月多いよね。八月もね。七月は結構周りを七月八月多い。えひびちゃん三十になった？なりましたけど。あれもしかしてあれなんかすごいね。八月七月が多いんだお笑いの人は。そううんなんかなんかさん十一月とか多いっす。そうそうそう。だからなんか季節によってさあのほら劇団員って結構さ打ち気な人多いさ。 はい、なんか、はい、あまり内向的っていうか、内向的じゃないですか、まあまあまあま、あまあまあ暗いっちゃ暗いだからこう、寒い日に生まれてるからかなと思って、でも夏に生まれたのは、ほら、やっぱりほらあっ、あっけらかーんとしてる感じだから、お笑いの人が多いのかなみたいな、えー、でも日々ちゃん、あっけらかーんとしてるかっつったら、ちょっとなんか違う気もするけど、そうですね。というわけで、ハッピーバースデー、バースデー、<laughs> ーデーどもきと。はい、えー、のある怖い話あとうございましし、はい、ですすよろしくお願あい怖い話 出てない、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 今年はね、今年は何言ってるんですか、僕は出てなくても、H2O、今、3名いるんですよ、モーナミーユ、カノン、今、3名で頑張ってるんですけど、この3名、最近もね、「勝利の女神」という舞台を終わらせましたよ、その3名が沖縄後輩なに揃って出演したわけですよ、そうなんすか昨日ね、出会かな 一作品目でね帰ってきて見たんですけども仲間監督の「はいっていういうそ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 う でも、あの彼氏を取った、取らないみたいになって、まあ、ミユとカノンが。あの。なんて、なんなの、やあ、みたいな。そうそうそう。もうね、あの役者を見るとかじゃなく、てなんか親の目だ。ああ、もう頑張ってるなと大活躍ですね、この今のエイズ王の侍。お活躍すぎなん。待って、待って、おじいちゃん、おじいちゃん。だってさ。あし、うん。モーナと。はい。ミユ。 『勝利の女神』という舞台で漫才やったんですど先々週ですが今週末の『パレット・グ明日ですよ明日4時からの本番4時会場の5時開演かな出ますよウッチーさんからも今ツイキャスの方でそういえば今日お笑い高校祭総体に出てると違うんですね明日ですす本番はでえっで放送が9月の3日ですねはいなるんですけれどもそれの決勝で『勝利の女神』っていう。 ので毎日そうから国中身内とえっ、ー、と近所もながはい、はい、チームで出るんですけれども、ね、僕も出ますよ明日アルキさんえー、なんか出るとこがいっぱいあるらしいですねえー、に二三回ネタやるんですよねそうっすねだからあのー、最初まあオープニングで応援に来ましたわっていう感じで出てきてあとなんその後何回かまあそのなんていうんです結果集計中にネタをやってくれとうん、うん、そこでだからあの MC の リップサービスさんと、うん、あと会場リポーターやってるはい、はい、KY デンジャラス、うん、FEC のはい、はい、とあのルーキーのメンバーでネタをやるっていうのがあって、うんね、えこれは何稽古もしてるんですかしましたよ今週頭やってきました僕 FEC さんの事務所行って三<ー>人で何何するんですか、ね、チームルーキーでね。 チームルーキー、ルーキーズになるんですかねあ、そうあじゃそれも踏まえての楽しみですねそう、で入場無料なんですよそうですよね、高校総体はねはい。毎年はテンブスでやってて結構入りきれなくてロビーでなんか流したりとかしてたんです今年ね、あのパレットになったのでめちゃくちゃ入りますねだからあの、ともきなんかルーキーズもそうですけどやっぱり俺としてはね、え8つおで頑張ってるあの二人うん モーナーとミーユにもちろん応援行きますよねはい応援これ何言ってるんですか当たり前でしょ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 お前何がおもいんだよいますからね私誰誰私、客席にはいなんでいるのお前いよいよマネージャーあっそうん じゃあ時間見つけていくさ。<laughs> 今から探すんかい時間行ってもオ、OK、ッじゃないですか。<laughs> 終日じゃないよ。十七時からのやつですよ。ビーチパーティーじゃないよ。終日やってる。そうでよね。本当に皆さんもね <まあ S 2> ぜひ応援してあげてほし。いはい、ぜひぜひ。でもあの二人別に漫才一緒になるわけじゃないんだよ。まあでもねあの表現の一つとしてやっぱり。うん できたら、お笑いできたら、強いですからね。えー、そうだよな、うどうします、これで優勝しちゃったら。優勝してな、これでな、バンばん仕事がいいってな。ね、これで、しんやさん、しんさんが、なんか、演、演劇の演出とかしても、いや、うちらでも、だってね、漫才。ね、<laughs> 俺の手を離れたし。<お>飛び蹴りくらいはよよ <laughs> 甘えるなと、甘くないんだよ、お笑いの世界は。<laughs> いや、でもね、ね、まあ、もう、もう、初、初、初じゃないですか、だから、言ったら。 ね、演劇の人があじゃあお笑いの人がオゼに出るのはあるけど、うん、H2O とかこのね、まあ、オゼメンバーもそうだけど漫才とかでこう、そういう外部に出るっていうか僕出たことありますよありましたっけなんかあれでしたっけあの俺が一番面白いって言ってから鼻折ってこいみたいなそう「あの<笑>,笑っていいじゃん」っていう<ー>夜の12時からやってた昔やってた昔やってた スリムクラブさんのね、健さんがあの、はい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 、はいはいオーパの七回で撮影してたんですけど、そこだけであのまあなんなんつて素人コンテストみたいなのがあって、五週勝ち抜きでレギュラーなるみたいな、なかったんですよ。で僕一応それに出たんですけども、結果は何だったんですか？結果？五周勝ち抜きのうち、あもう一周もなかったから、要はあの滑った。その時出て滑って終わったってことですか？ じゃあもう電話するっていうは電話のネタをやったわけこれ誰が考えたんですかね自分でさ自分でさクリリンと電話をするっていうね終了の話なんだけど今できます覚えてるからクリリンに電話して今実はお笑いライブ出てんだよっつってでねなんかネタちょうだいっつってあこれやればいいわけねっつってで一発ギャグをするっていう。 ネタをやったんですけど。これ何何分何発ぐらいやったかな。尺何分だったんですか。1分半ぐらいだったじゃん。あ短い。でもそうそうそう。でもその手法でアラき団に出てた人いますけど。あそうなんだ。手法というか似た感じで。あアイヒマンスタンダードさんっていう方でアラき団でそのなんか韓国であのお笑いやってるキャラで死にでかいサングラスかけてやってて。 ゃちょすいませんっ,つって電話かかってきて、まあ、これはかかってくるんですけどマネージャーからかかってきたみたいな「いや今ライブ中だからすいませんね」ってもう一回ギャグやってやって「ライブ中、まあ滑ってるけど」みたいな「こ<ー>んなギャグやってああそれいいねああじゃあちょっとやってみるわ」みたいな「はいはいは」いはいっ,って切ってもう一回もらったネタやって「<ー>ダメだったけど」みたいなのだったと思うます<ー>パクられたパクられたシア <laughs> さんシアさんその場にいたら多分この人ね,ねえシア<や>さんが 時代先に行き過ぎてたんです。時代先に来たね。それお客さんがついてこれてなかったんだ。世間がまだついてきてなかったんですよ。その4年後5年後ぐらいのその荒引き団で。その荒引き団で受けてました。あもう受けてましたよ。だから大山さん。アイヤシンヤさん。そっか。行き過ぎたなそんなまマネー電話してネタやる。行き過ぎたな。行き過ぎたな思った。全然大きい。だってあれさ基本女子高生がさお客さんでいっぱいいたのよ目の前。ねそういうやり方だったもんね。 で、そうそうう、お笑いで、審査員で仁さんとかわちゃこあ、はい,はい、はい、代表とかも座ってたかな確かの時へえ<ー><ー>怖いだって歌謡信号とかもあれで出ててたよ多分最初の子はでもミュ優とモノアは勝利の女神ででも1回戦突破してるってことは深夜さんよりも今の時点では上ってことですよねうん、うん、そうですね <laughs> ファッキュー <laughs> ほらほらラジオで何言ってるか怒られるよ<ー>はいということで 先週、福岡、先週、今週だ。今週です、あなた。福岡行って、きなんか行ってますよね。びっくりしたけど。言いましたよ。いや、行ってないよ。福岡行ってくる、福岡とか、県外行ってきますって。あ、そう。フェイスブック見て、俺も見て、博多。博多いって思って。あれ、なんか沖縄にそんな。チューブの方のどっか。知らない、自分が知らないところにあったんかな。ない、ない、ない、ない。あの、福岡に。火曜日の朝行って、まあ、ミュージカル。 あの見に行ったんですけど朝の7時ぐらいの飛行機乗って8時半に向こう着いてで開園5時半で、まあ、もう次の日の朝10時ぐらいの飛行機乗って帰ってきましたけど 1>, あ1人で行ったの1人で見て だ一応時間はあったんで朝8時半に着いて開園が5時半なんでいろいろ調べたんですよまあ博多駅の近くの観光できるとことかいろいろ調べたんですけどいざ着いたらあまりにも着いたらすぐ地下鉄に直結してるんですよでいろいろ調べたらやっぱバスに乗るとかなんか ABC の何番のバスに乗るとかいろいろ書いてあってバス乗れないんですよ、基本的にえなん乗らないんで。 地元にいた時からバスにのっほとんど乗らなかったんで、はい、バスの乗り方がまずわからない<ー>で8時半に着いてまあ、ちょっとまだあのお店とかも閉まってたりとかして、うん、でいろいろ見るんですけども駅がが広すすぎてて自分が今どこにいいるかも分かもってないんですよ、うん、でよそこでちょっと心が折れてもう疲れたってなってこの駅の中にあるマッサージ屋さんに入って 2>,、うん、2時間ぐらいマッサージしてもらってで 2> 2時間も <laughs> そうそうまあ、整体とか。 いいろいろフットマッサージとかのなんかキャンペーン夏のキャンペーンやってますよって言われてやってもらってまだ全然時間はあると思ってどうしようかなと思ったら献血,の献血ルームがこのビルの中にあったから久々に献血しようと思って過去2回最近断られてるんですよけあの血圧が足りないのとヘモグロビン量が足りないって言われてそそそううそうで断られてたからもうじゃあ福岡来ても時間もあるしあのちょっと休めるじゃないですか。 埼玉生まれの人が沖縄から来て今回一を残していこうそうそうそうでやったらその日は血圧も血液もクリアしてもう400ミリリットル献血してつってそうでお土産買い物して一回ホテル寄ってホテルも福岡着いてから撮ったんですよええよく撮れましたねまあでも平日か一応お盆時期でねあれだけど 博多駅のホテルって調べたら逆にだから当日だから安くなるみたいなお店やつの空き室になるよりは安くてそれ出した方がいいって言ってキャンセル料も取らないって言って予約してもう予約した10分後にチェックインしに行ってえこんなのさ例えばホテルと往復の飛行機だけでもじゃあ結構安くできたのこれ飛行機も前から取ってたの飛行機はでも1か月前とかですかね。 ああそのミュージカルがあるっっっててて分かってこれは見ようってなったずっとあの東京の帝国劇場でずっとあるって言っててさすがにでもそれがちょうど企画公演の前だったり何だったりだって絶対もう行けないとスケジュール的に、うん、稽古休むには行かないってなって8月に福岡であるよって聞いてたんだけど、うん、福岡かーと思ってで1人かって。 で正直ミュージカルをちゃんと見たことがなかったから、ねチケットもおでなもそれなりですから。うん、あそうなの、うん。それなりですよ。やっ,やっぱそれなりの。はい。八万ぐらいですか、はい。そんなにじゃない。<laughs> <laughs> <laughs> 言いづらくなるやつ。一 <laughs>、うん、回で一万五千円とか。<laughs> いやでも万一くんかすごいな。そうでからもうだからちょっと悩んでてずっと一、うんはい、週間二週間ぐらいどうしようどうしようと思っていやでも行こうと思った時に行かないっ多分行かないなと思って、うん、もう今後。 でも検索さんとかにすいません休みもらって福岡行ってきていいですかって言って夏休みとしてもまあ夏休みとか一泊二日だからね普通のまあ休みの中で収まるしただまあ稽古休むからで行ってもチケットとチケットは取ったんですよ調べたら8月15日の夜公演がまだ席に余裕がありますってなってたからじゃあもうここだと思って行ってでその後飛行機がずっと取れなくていろんなサイト行ってもあと,あと4席ですとかってなってて でこの四席とかをさこうやってる間にいろいろ入力するさ住所だったりとか名前だったり、うん、で完了ってすると売り切れましたって出るわけ。ああ<ー>、もう,う本当に。やってる間にそうそうそう,そう,う時間の勝負ですわなそれは。でさっき智が言ったけど内知お盆時期ってこと忘れててすっかり。うん、なんで私15日に取ったんだろうと思いながら。いやそう、ね、絶対そうですよね。<laughs> そうで取ってで,で今度はもうホテルも全然取ってなかったから。 もういいもう最悪カラオケか漫画喫茶とかでもいいやと思って、うん、<ー>と思ったんだけど周りにやめなさいって言われて <laughs> もう30超えたんだよ30超えたんだしっ,つってでつ、ね、次の日そのまま出勤だったから休めるんだったら休んでみた方がいいよって言ってで,でも、向こう行ってから撮りましたねでもさあなたその感激終わってまた夜も時間あったでしょ いやもうそのままホテルで爆睡だって17時半開演して終わったの8時半とかですよ8時半9時8時40分までかいやでも <laughs> なあ, <laughs> あでもカラオケ行きました沼からしたらなまだ夜は始まってないもん、うん、いや,いや,いやだからういそうだからあの一人で行って飲まないじゃないですか,、うん、かどんなしようかなと思ったんですけど、うん、もうなんか演芸そのミュージカル見た後に別になんかどっか行く気分でもないし、うん もうふふだん普段の疲れとかいうか、うん、まあ休みだっから一応でもなんかやっぱカラオケ行きたくなってカラオケ行って一人で一人で,で歌,歌は歌いたくなって歌は歌いたくなって一時間だけカラオケ行って、はい、なんじもう十でも十時半ぐらいに帰って十二時ぐらいにはもう寝てました。だから福岡の何つんですか<や>グルメとかも全然食べてない。 それはなんかもったいない感じするけどもまあでも目的が違いますからねそうそうそうそれが目的っていうのがあるから時間間に合うかなっていうドキドキがずっとあってであのとんこつラーメンじゃないですか博多とかって言ったら沖縄でも食べれるなっていうのがあっていや絶対違う違う本番私沖縄来るまでとんこつラーメン食べたことなかったんですよょ本当に本当に地元にとんこつラーメンっていうものがあるだろうけど メジャーじゃなかったから、醤油とか味噌とかがメジャー,メジャーというかまあ普通にあるから沖縄来てこんなに豚骨を食べ,れる,食べるようになったというかこう周りにあんまりだからまだ得意じゃないというかうんあんまり食べ,いい食べ慣れてなくてちょっとこのラーメン街道みたいな、うん、行ったんですけど本当に匂いがきつかったもうだって20店舗ぐらいから豚骨のあれですよ 豚骨臭さんだだそうだからちょっときなんか、ね、寝不足なのもあったんでちょっときつくなってしまって出てでも普通,に普通のところ行ってご飯食べて夜も、ね、もつ煮とかあるじゃないですかもつ鍋かうそうでも一人でもつ鍋に入る勇気がいや,いやいや違うでしょだってカラオケは個室じゃないですかああ そうだから朝ちょっとなと思ってだからグルメとかはもう全然もう本当に演劇見に行って終わりえ俺一人で行ったら旅の醍醐味としてさなんかほらなんつうのちょっと雑多な感じの居酒屋行ってなんか仲良くなりたいなとか思うけどななんかそういうテンションだって観光に行ったらそうかもしれないです沖縄来て,てた時はそんなんしてましたよ一人で居酒屋入ってお店の人と喋ったりとかしてたけど なんかもう<ー>、そういうあれでもなかったなもういいな福岡行ったことないんだよな私高校の卒業旅行が福岡だったんですけど、はい、完全にこれ飛行機の時間の調整だろうなみたいな多分キャナルシティーかなんかの前にバス止めて2時間休憩なんか時間あ自由時間ですって言われて、はい、でもそこに自由時間があること知らなかったわけ、はい、だから何にも調べてなくって。うん どこ行っていいかからん福岡ドーム行くには微妙な距離だわけ行って帰ってきたらもう終わりぐらいな感じでそのキャナルシティだったかなその時も違うかなこの駅ビルみたいなんかいろんなそうんつうのブランドが入ってるお店オーパみたいなやつかまあ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 もうちょっとブランド的には高いですけどあの DFS みたいなかなでだからみんなそこで買い物するけどそんな 別に東京でも買えるしブランド的にはそんなお金持ってきて洋服をここ福岡で買う修学旅行で買う意味が分からんってなってずっとバスに行った2時間へえスダカツチャナルシティって初めて聞いたのでキャメルが出てきてしまってラクダがいっぱいっていうのが僕ずっと頭の中うんってなってしまったでもそういう旅ってやったことないな俺は一人旅いや一人旅一泊二日で 終わる旅とか,<ー>か,か私は結構私沖縄日帰りやってますからねなんかさごめんね貧乏性だけど俺は、うん、もったいないわけ一泊で帰ってくる意味がわからなくて俺はそれめっちゃわかりますなあ行くならさせめて俺三泊からだと思ってるからいやだって休めないじゃないですかそれ休むんだよいやだから私もう実家に帰る時は二泊とか三泊とかさせてもらってますけど、うん ミュージカル見に行きますっつって3泊させてください3泊 <laughs> <る>行くんか3 <laughs> 日とも見に行くんかみたいなことになりますか仕事のあれにもるのかかテンンションかなあ,<ー>あとはねうんあの沖縄だったらこ、ね、車社会だから、うん、もうでしかもなんていうんですか空港降りたらもうなんか街が植えるかもじゃないですか、うん、似たような人いっぱいいるし。 観光に来ててますよっていうテンンションはい、はい、だけどもう福岡もうさみんななんか,か福岡空港降りたらもう地下鉄とかでみんななんつうの仕事の格好だわけスーツだったりとか,りとかあそこにあなたみたいにちょっと観光ではないけどそうそうそうの現職のスカート入って <laughs> 観光客丸出しの私の。<laughs> あ,こいつはあれかと<う>仕事の時間にお前の旅行に来てんだみたいな目で見られると <laughs> 平日のそうだからちょっと<ー>その時点でうってなってしまってあ<ー>で車だったらどこでもねカーナビがあれば自分で動けるじゃないですか、うん、でもバスとかって時間も調べないとだし何分かかるかも分かんないし、うん、行ってまた帰ってこられるかそのバス停がどこにあるかも分からんしみたいなしてたらちょっと面倒くさくなってしまって。 へまあでもその福岡とかに行ったことないからなんですけど、うん、東京行ったらもう乗り換えナビみたいなアプリあるから目的地ここじゃあ。 それで入れたら乗り換えのとかもいっぱいっあそんなのもあるんだ今はあり,ありますあります <へー S 2> 何分で乗り換えて何分でね時間もちゃんと出てくるので中央線乗ります,ます中央線のこの時間初のやつに乗ります何分に着きますであ徒歩三分でこの地下鉄の駅まで移動してみたいなとかまでで,も <へー S 2> でいくらか,か,りますか駅の中に駅とこのバスターミナルがなんかこうつながってたりとかでまたこっちのこの地下鉄空港地下鉄の駅と普通の J R の駅がつながってつ それが地下鉄でつながってるから自分がどこにいるかわかんないわけ。あ,あ、もうそう最初行った時やっぱそうです、ね。だからもう言ったら新宿駅の西口と東口とアルタ口と、はい、あ,あ,あとなんだえっ<口>と南田の北だのなんかあとはあの新宿二丁目口だのなんだの神田のってなんか何とか口がいっぱいあるじゃないですか。口が多いですね、えー。新宿は口多いの。そうそうそう。はあえー、だからもうそんな感じもうで駅から出れないまず。初めて新宿に降り立った時は。 完全に真逆いっってて都庁行きましたねね何何なももで俺も智樹と同じでアルタ前に出たかったのによく分からんビルの群のところ出てえアルタないじゃんってなって歩いていたら原宿の滝下通りにいたっていうだからワープしてるんですよよくわかんないの自分駅にいたつもりなのにいつの間にか出てってバスのところにいてはっみたいないつの間にこんなに歩いてるって思ってもうその時点でだからああダメだなって。 でもあれ東京の人でも絶対分からんはずないやだから池袋まで、まあ、よくなんかこのね埼玉県民言うときに言われるんですけど池袋までしか行けないっす<ー>池袋はもうちょっと分かりやすいそんなにないただ池袋はなだからもう新宿しかい降りたことがないのでああ<ー>大体東京駅から。 しかかかなないいら秋葉原とと行ったこです渋谷もあるから渋谷代々木ぐらいってことありますけど降りるぐらいならいっぱいあるけどね難しいと京は怖いなでも楽しみだなまた何か行って新しいとこに行くのなんか来年ぐらいに一人一人がくじでこの県に行ってくるっていうやってあでもやりたい私全然大丈夫一泊二日でじゃあ行ってこようっつってそれをどうだったかっつうの。 このもあれでやりたいよねダーツの旅ではないけど、うん、あんまり有名なところ行きたくないよねあ<ー>なんならそうっすね滋賀県岐阜県鳥取、うん、日本海側とかそうそう富山、うん、俺だってそれだったら雪みたいもんな青森とか<ー>これラジオでそういう企画でやるんでっつってちょっとオリジン経費で。<laughs> 募ろうよ出してくれないかな <laughs> <laughs> したらめっちゃやりたいけどな,なめっちゃ行きたいよな <laughs> <laughs> えー、お待ちしております。はい、うん、いい返事をお待ちしております。<laughs> <laughs> はい、というわけで一旦 CM 行きまして、はいえー、メール、えー、ツイキャスなど、うん、えー、ご紹介していきたいと思います。えー、メールアドレスが、ええオリジンアットマーク FMN ハドット JP、すべて小文字で O R I G I N アットマーク F M N A H A ドット JP となっております。ええケメに目標オリジンチャンプルと書いてメールお待ちしております。一旦 CM です。この番組は良い品をいつも安く。 ビッグワンの提供でお届けしますビッグワンでの買い物楽しみだなえー、22円あ、ヤンキーだだ、陣借りよういや、僕今日お金は持ってないんですよほらよや、今からビッグワンで買い物する人が陣持ってないっやかやだ、持ってこいいや、本当ですビッグワンは現金がなくてもエリーや英ウオレットでお得に買い物が楽しめるんですだ、やり方なろうよしなをいつも安くビッグワン FM 中 <laughs> 1 8 0メガヘル。 はい、ええー、8月17日木曜日17時25分になりました。木曜日人チャンプレやっております。はい、ます。ツイキャスの方も、えー、黄色い鳥プラスさん、うちさん、九吉かしのれっさん、柴田隆博かせさんいらっしゃって、ます。ありがとうございます。えー、沖縄で醤油とか味噌ラーメン食べられるところないよなとうち<え>さんから。まあ、食べればしますけど。うん 東京とか味噌みたいにあ,あ味噌東京と味噌が一緒になった東京といったら醤油ラーメン札幌といったら味噌ラーメンみたいなこうなんか押してると店はないかなそうだから味噌醤油を、うん、これがうちの看板メニューですバーンと押してるとこは確かにあんまり見ないで、うん、でそしてそれが美味しいまあ押してるところもな,きなくはないけどいけめっちゃうまいとかっていうのはなかなかないなあ 最近というかここ23年ぐらいは僕もともと豚骨好きだったんですけど塩が塩あんま塩はもう札幌一番塩ラーメンだなこの時代で時代ってどういうことどの時代塩でいや僕あんまりラーメン屋って行かないんですよあそうなの飲みの締めとかぐらいでしか行かなかったし たまに行くとしても前の事務所の下がラーメン屋だったじゃん。はいはい。あっちにも塩ははは醤油。あそこ塩だったね。あったんですけど。塩が一番うまかったんですよね。すすうん。そこぐらいです。あそう。うん、だからどっか行ってもあ塩かなとか。ええー、私味噌だな、えー。でまた迷うんすよ。一応どれもうまいと。うん。醤油か塩か豚骨でいつも迷うと。うん。味噌は。味噌は行かないんですよ。えー、あそう。はい。で迷うから。 迷うぐらいだったらチャーハン食べようになるんですよえぇあーでも知り合いにいるあんまラーメン食べないって言ってラーメン屋行ってチャーハン食べてる人いるうん。なんでって思う事務所の近くのラーメン屋あるじゃないですか事務所どこどこどこ開け物開け物はい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 あっち行ったら僕チャーハンしか食わないですよへチャーハンが好きであっちの麺が好きだなもうラーメンだなあっちのラーメンは量が鬼なんですだから食いきれないですよ 黄色い鳥プラスさんから「塩ラーメンは沖合近くの朝日がめっちゃおすすめです」とああ朝日僕いましたよそこにへえ朝日ですよね僕朝日で働いてましよ沖合近くはいへえラーメン屋さんじゃないですかうんもう新屋さん歩くラーメン屋じゃないですか朝日の店長さんがオーナーさんが北海道の方なんですよあじゃあもうあれなんだあいかもなんかねあれですよ丁寧な味してるんですよ向こうはへえじゃあ沖縄は雑と昔言ってた 僕はもう、塩と言ったらあれですよううあのもう代表もしょっちゅうんですけど、波の上の波蔵です<像>あそこ塩じゃない豚骨じゃないですかあっち豚骨じゃないですか、メインはザ・<や>豚骨じゃないですかいあっちの塩豚骨でしょ、でも塩、がめっちゃうまいねへぇ<ー>塩 オではないでしょう俺行ったら今は豚骨しか食ったことないんでハハハ窮句しかしノブさんおい荒垣空海は<ん> <laughs> 全然進めない全然自分が働いてるところ進めない,ない,ない,、ね、いや空海もまあねあ空海といえばね、うん、最近あの <laughs> テレビの撮影が入りましてほう。 あのなんかグルメの金曜日の夜出陣にやってる揚げ揚げ飯っていう。おおはいあのんとか加賀の吉井さんがやってる。それでなんか週末を揚げようみたいな飯食って揚げようみたいな。来週また出たんすか。週一週間頑張った。喋った。喋りました。ちゃんと喋れました。あのねはい盛り上がって一時間ぐらい収録して。 えー、普通は15分ぐらいでで終わるんですけどねって言ってて料理紹介して食べておいしいってなってお店の人に話聞いて15分ぐらいで終わりみたいな普通はね、えー、なんんか盛り上がったんだよね、えー、でもね、あのー、あれだなこういう時にこういう演劇とかねはい、はい、表現やつでよかったなと思うんだけど、はい、もうああいうなんつうのほら仕事じゃない最初。 まあバ,イトバイトというかあれですからね、うん、でやってて、うん、まあそこにまあ撮影が来るっつって、まあ、受け答えだけお願いしますっつって、うん、空海のメンバー誰も入れたくないって言ったわけ俺ほあとは、まあ、仕事終わってから寝てる時間なんだけど、うん、5時って言ったら夕方ね、うん、稽古に行く前にちょっとでも寝たい人だから誰も出たくないって言,うか、まあ、言ったんだけど、まあ、あなたはねやっぱり緊張しなくなったね まあ言ったらね、告知とかで結構出させ、まあこういう仕事もしてるし、まあ告知とかでね、まああんまり打ち合わせのないラジオとかも結構ありますからね。ねなんかだからそういうところでやっててよかったなと思っ、うん、空海のメンバーはなんかね、尊敬の眼差しで見てたんだよ。変わりましたいやーしんやさん、しんやさんっさん付けで呼ばれてます、うん、私そっちゅう行くと女の人に、えーしんやって言われて。<laughs> <laughs> あ、弓子にね。わかな名前わかんなえ、おさんからでもあらかき二日間連続いなかったなって聞きましこれだからあれやんばよ。あのう、さんがね来る時間がいつもね多分違う。多分終わった後に来るんですよね。ちょっと遅い時間かな。日曜日来てる。ああ、見た感じ。俺日曜日はもう俺さんいないっすよ。俺。え、柴田隆康さん。空海普通にラーメン美味しいよねと。あ、ありがとうございます。美味しい。うまいね。水に刺した花さんもいらっしゃってますね。ラーメンは鈍骨っていうこと。古市さんあの。 役者っってては名乗ってないですか、ね、あテレビ番組でそのそのその受け答えする中で。えっとね言わなくて、はい、終わった後にこのジョニーさんが「うん、えっキュルン何かやってるのか?」って言うから、うん、あ一応終わった後だったからもうあの実はこう事務所にいて「てああそうなの?」って「じゃあうちの兄貴も知ってるの?」って言うから、まあ、あのジョニーさんにお世話になってるんで僕はとかで。ーはい、で「ああそうなの?」って話して。<laughs> んな感じやっぱそのなんていうんですか回ってる時にそれは言わないですよね<う>言わな,な,言ない私も言わないな言えないですよねラーメン屋さんまあねラーメン屋とかってなって出てたら言わないな今は違いますって感じ <laughs> <laughs> そう私に来たわけじゃないからそう気取ってるわけじゃないからだからさ自分もマネージャーの同行してる時とかに、うん なんか今出ちゃえばいいさみたいなこと言われる時あるんだけど今は,なんか今はごめんなさい今ごめんなさいってなる <laughs> マネージャーで来てるから出れないってなる一昨日ぐらいに、うん、あのうちの店に来たお客さんとそんな話になってもしもももしも結婚したら新婚さんいらっしゃいとか出ればいいのにみたいな芸人やっててっつっていやーでもなーって思って。 それは違ううかなっていうっ取材として例えば芸人さん夫婦を取材させてくださいって向こうから来ていただいたらありがとうございますだけど依頼とかだったらいいけど新婚さんいらっしゃいってその一般の方に募集してるじゃないですか出演しませんかっていうその募集に自分から送って出るかなと思って絶対送らんなまずって思ったんです そっか難しいとかで、ね、あれもじゃあ,じゃあ、あのー、日曜日にさ、うん、やってるハイサイ新婚さんあ,あれも多分募集ですよねヒロウエーシュで、ねね、インタビューするの、うん、だ突撃で来られても困るからあれも多分募集じゃないですかってその話にもらったんですよんだからあんなのとか出たら テレビにも出れるしみたいなことをまあ一種の宣伝効果としてはい,ていいかもしれないけどそうもし例えば飛び込みとかでなんか僕がそのガナーベースでバイトしてる時に取材とかに来たりとかしたらまあうちの店はあれですけどあゆみさんがやってて芸人がやってるお店っていうのもあるから多分それも踏まえた上で来るかもしれんけどじゃなかった場合言わないだろうなと思って自分はこれやっててとは。 逆に逃げたくなるなるかりますたまに国際通りとか歩いて映画祭前の時期とか映画祭中の期間とかやっぱどっかでロケやってたりするんですよカメラとかロケのがいてみたいなあんなの前通りたくなくてわざわざ一回道路を渡ってからあっちが歩いていくとか何がってさもうさちゃんとさカメラの位置とかが分かるわけ 現,ね、現場とか行ってたらカメラに映らないようにちゃんと背中の方に回るじゃないですかカメラマンさんの、うんうん、映画とかもそうだけどだからちゃんとカメラの位置確認してからこうやってちゃんとよけて,かて通りますもん、えー、映らないように映らないように姿で映るのも嫌だから <laughs> 横が落ちらとか、うん、回り道するとかだから過去にオリジンのメンバーも、うん、あの全国放送のやつでたまたま。 映ったみたいなとかも、うん、過去にあるんですよ。えー、だいぶもう本当に二三年目かもっと後かな三四年目ぐらいの時、うん、まだリップサービスのお二人が沖国に通ってる時の時期に県民賞に出てるんですよ。沖縄に取材来てあの A パン C パンっていうあれも出てなかった。狩りシミネも最近出てなかった？狩りシ,シミネもなんか出てました確か。 あのー、ほら今バイト先が中国人の方のとかのこの爆買いのやつで「<う>なんか今から取材来るらしいんですけど大丈夫ですか?」って言われて「あもう,もうし,ょなんかしょうがない」みたいな感じで。そこれって 逃げたくな,いたいなでも <laughs> 多分お店側の人だったら「お前そういうのやってるんだったらお前喋れるかも行け」って多分シェアさんにさっき言ってみて<う>言われるだろうなとあのねじゃあ芸人としてじゃなかったらもうそれはそれであれさそうだ一般人として <laughs> じゃあ俺本当はやっぱ逃げたいよ逃げたいいうかあのね <laughs> なんつーのうのうんとねう,ーんとうんと働いてるんだって思われるのが嫌なの だからプライベートを見せてるじゃないですかだラ,ーメン屋のラーメン屋の荒掛信也とかな、ね、ガナハベバーで働いてる広瀬智樹がいるんだってなるとちょっとやっぱ気恥ずかまあでも僕らのところまだいいんですけど別で前はティルールでバイトしてたんですけどうん、うん、そこに何か取材来た時とか、うん、逃げましたかね、うん もう嫌だといやだって「小刻みプラス」のロケで来ますもん。「あそそうかよね。ティルルの部屋」で僕、普通に業務しててなんか用事があるって言って図書館にいたんですけど図書館から出た時に森さんたちにって「おお!」って言われて「おおです?」っつって「今日はあのティルルの部屋なんだわけよ」って言われて「ああそうなんですか」つって「お疲れ様です」っつってもすってもう逃げて <laughs> その時はまだ回ってなかったからあ拶だけして。だ もうあれはもう何て言うんだろうマネージャーとしての出演じゃないですかマネージャーから電話かかってきてのあ,はい、はい、あの立ち位置は私どこなんだろうって思うよね <laughs> だから一応マネージャーとしてだからあんまりこうなんかこうでも引いてもなもねもせっかく出させてもらってるからっていうのもあるし、うん、なんかあうん、うん、っていうあそこはねイケメさんも出てたし難しいな今までで一番ねなんか逃げたくなったのが、うん、その微妙に知ってるスタッフさんとかいるさ あ,あはいはいはい微妙に知ってるスタッフさ他の現場で役者として出会ってる時の,<ー>のとそのスタッフさんたちがあの先の合間にご飯を食べに来た時が一番なんかもう微妙な感じなのあ,<ー>、まあ、あっちもアロカさんみたいなここにいるのみたいになるし <laughs> あ俺はあすあ住みたいになるけどどんな顔していいかが分からんでしねこれ注文とか大きい声で言うのちょっと恥ずかしいですよね恥ずかしいです <laughs> 餃子ーザみたいなあの来たら大体餃子をサービスしてるんだけど餃子もサービスしづらいわけなんかいこんなお世話になってるのにさ餃子で果たしていいのかとかもうちょっといいのがいいのかなとか。<laughs> 俺さんからさっきのあれですね、俺さんが来る時間がうんぬんってやつですね、なんだと俺が悪いって、おい、荒き、俺が悪いってって言って、俺さん、荒きは空海で働いてることが恥ずかしいと、メメモモ俺さんと会えたら、一番嬉しいですよ、意味がうれしいですけど、バイト先に普通にやっぱリスナーさんとか、お客さんとかでも来てくれたら、こういうので知ったりとかして。 一般で働いてないからわからんないわ一番スピーディーワンダーさんがわからんかったからなあでもだから帰りの帰りに言おったからねふおってなってる帰りの帰りとかだったらまだいいじゃないですかあとのツイッターで知るとかね空海って何してたから自分みたいな俺さんはすぐわ分かったちょっとニヤニヤしてたからなんかねんか見たことある人なのかなと思ってそして俺がたまたま外に出た ゴミ捨ててるっ駐車場出たらめっちゃステッカーのってる車があったからあ、ははいこれもしかしてこっちのお母さんかなと思って俺もずっと観察したら向こうもしょっちゅう目があったからもししかててっ働いてる時じゃないんですけどあの FEC にいる芸人さんが私が前働い前私予備校の受付事務してたんですけどそこの予備校に通ってる生徒さんだったんですよ。で、ずっと この同行で FEC さんのライブ会場行くたんびにどっかであの子見たことあるんだよなってずっと思っててでそしたら向こうから「どこどこで働いてましたよね」働いてた働いてた」って言ったら「そこの生徒でした」って言われてで,で思い出したんだけど校舎のまあ受付事務の,この,まあ受けあの事務所があるんだけどそこには絶対入ってこなかったわけ。事務所の中には入らずにこの目の前に3階に上る階段があるんだけどその階段の前で何人かとこう。 携帯いじったりとか、何やな休み時間になるごとにそこに集まってるこのうちの一人だったわけ。へえ<ー>。あなんかそれはそれでなんかああああみたいな。これねこれなんかまあ過去の話じゃないですか。うん、なんかあのー、前一回あったんですけど、うん、沖縄しかどっかで飯食いに行ったんですよ。うん、なんかライブがあるかなんかで、はい、合間にしたら多分。 友達となんでしょうけど FEC の子がいたんす多分まだ高校卒業してすぐぐらいの時もう3年前ぐらいだと思うんですけどあって思ってどうしようと思って絡んだことないし後輩だし俺から声かけてもなって思ったからああそっか俺一人だしこれでもライブスタッフっていう名目があるでしょいやあっちは完全に何もないライブと関係なく友達と来てる感じだった なんかもう声かけなかったんですけどあっちからも何もなかったんですよ<な><分>でもそれは声かけなくて正解じゃないな僕は声かけなくていいですよね、うん、であっちからも何もなかったんですよ、うん、それに関してはちょっと、ね、いやじゃあだからどうした方がよかったのかなだかあっちも気づいてないんだろうなって思ったが別にあ,のあいつ全然挨拶来ないなみたいなそんなのは別になかったんですけど気づいた方が行った方がいいのかなと思って。 仲良かったら<う>あれだけど、ね、だからお劇演劇の場合はちゃんと挨拶した時は話すけどそうじゃない時って別に客席であってもそんな喋ったりしないわけ俺はねうんうん、うんあ、あのー、どっかで見に行って役者さんとかどっかの劇場別の方の見に行ってでそこの劇場の客席でこてるかここ何か出てたなっていうのはいるけど別に喋ったりしないさですは 結構ほらみんな営業とかで一緒になってるんでするかやっぱりなん,なんとなく知ってるわけでしょで直接の絡みがないだけで多分笑わない」とか、うん、その3事務所が合同でやるライブにはいたことある気がしたんですうん、うん、えじゃあ例えばさハンサムさんとかやっさ、はい、事務所の,あの、はい、ハンサムさん先輩でしょ別事務所のであなた一切絡んだことないやつするよ、はい、ハンサムさんと例えばあなたがねもきが。 絡んだことがないとするととするともしどっかで見たら以上は声かけるああでも向こうが認識してるかなっていう怖さはありますよねそ,うそ,うそれは怖いからいけないかもしれないですね一、うん、回二回ぐらい僕やったことあるんですよそれをえあそうなの無視したっていういやあのー、頑張って声かけたけどそう挨拶して別に絡んだことないけどなんかもしあっちが認識してたら逆にどうしようとかなんか もうそれこそスリムクラブさんに挨拶したことがあって<う>あの映画祭の会場で僕、普通に映画祭行っててでも、その前に僕何回か研さんと喋ってるんですよ打ち上げとか来てくれてて事務所に顔出しに来た時にいて僕とピロンピロンで僕らがまた12年目ぐらいの時に挨拶したことがあってでそのあとぐらいに映画祭が始まって1回目ぐらいチャタンだったんで1回目か2回目ぐらいの時の映画祭。 でいたんでどうしようと思って一応一回挨拶したことあるからめっちゃ目の前通ったからこれでもし認識されてあいつ挨拶しなかったと思われたらどうしようと言ったんですよそしたらめっちゃポカンってされたから知らなかったんかってなってでもそれはしといた方が絶対いいじゃないですかして間違いはない一度絡んだ記憶あるんだらもうやった方がいい行ったほうがいいですよね それこそスリムクラブさんがオリジンのライブのゲストに来てくれたりとか吉本沖縄花月があってあっちの楽屋で挨拶はしたことあるんですよオリジンのマネージャーやってますとしてマネージャーやってますで役者としてとか言うんじゃなくてでライブスタッフとかもやってる時とかも来るからお疲れ様ですみたいな感じでで向こうもああみたいな感じじゃないですか1回だから吉本あの沖縄花月が閉まるってなってプライベートで見に行ってたんですよ。 仕事じゃなくておーってましたね、うん、で見に行ってエレベーターの前で友達エスカレーターの前で友達待ってた時に何回もケンさんが通るわけ。<laughs> で一応目が合うんだけどな,な,なんて言うんだろうね。<laughs> <で>一応だから向こうはでもだから認識はしてなかったです結果から言えば。うん、でもこっちとしては いやライそれこそ友樹と一緒だよね、うん、向こうが認識してたらどうしようって思うけど,どうう、ね、<laughs> でもライブ会場じゃないから、ねうんうん、まさかいるとも思わないさ一般のっていうか普通のお客さんもいっ,いっぱいいるし普通のお客さんもお客さんでケンさん見たら、うん、あっスリムクラブのみたいなリアクションじゃないですか一応まあ多分そのうちの1人だったけど、うん、軽くだからね会釈はするんだけどでもなんでこの人会釈なんだろうみたいなね。<laughs> <laughs> 普通にファンとかお客さんで来てる知ってる人だったら「わあ前田さん」っつって来てとか近寄りはしないというか「スリムクラブの」みたいな感じでもないでもない本当に「す」ぐらいの口に出すのも「す」ぐらいで「えしゃく」もなちょっとな分かるあのラーメン屋でもあるんだけど最近もさ ラーメン屋に来てて夫婦がはははいいいでなんかちょっと目が合うたびなんかちょっとずっと見てたりするわけ向こうがで俺もしかしてねお客さんからんかあのどっかで会ったんかなとか分からんかったわけよはいはいで喋りもしないさで餃子も出しにくいさ誰か分からんかったのなんでこの人出したのとか言われても困るしね でそのちょうどねレジ変えるってなった時にはい、はい、俺があえてちょっとレジのところ行ったわけよ確かめようと思って、はい、もしレジのところだったら一応喋るきっかけになるさあっちがそしたらあっちの,あのお父さん側の方が「はい、見たことあるよ」って言って「<laughs> えなあ何か,でなんか見に来たんですか?」って言ったらよく見たら俺お父さんの方うとは目が合ってたお母さんあんまり気にならなかったけどはい、はい、お母さんのほうが雛子のお母さんだったっけ あ、琉球じ人に出てたのの <laughs> いきなりこのお父さんとお母さんで <laughs> はい、はい、お母さんの方を見てたら分かったと思うけど<ー>やお父さんと目が合ってたからそう、もう市民劇とかなるともうパニック。うん <laughs> <laughs> あのね、だってあっちはさ、俺たちを知ってるわけで、俺たちはね、そこまでなかなかね出会えないじゃん。お父さんお母さんまではねなかなか出会えないからね。マックスのところで会いたくないよな絶対な。えでもシアさん、一回だからあれでしょ？寂しそうな顔でお刺身見てるのこところ見られてるんでしょ？声かけられるよ。声かけられるだよ俺。韓国のやつ。うん。あれかそうですよね。だもねだから本当は気抜いちゃいけない。本当に気抜いちゃいけない。そうですね。うん。な一旦 CM 行きまして、はい。メールはい。いつ。

ビッグワンの提供でお届けしましまたはい、8月17日木曜日17時46分になりました木曜日「金チャンプり」やっておりますはい,はいえ黄色い鳥プラスさんから芸人さんと目が合うと会釈だけとかもよくしますよと、うん、黄色い鳥プラスさんぐらい喋ってたら会釈だけってのも別にね全然あれだけですけどなんかもうねえじゃああの なんてんていうですかあの舞台とかを出させてもらったりとかしてるじゃないですか、うん、まあ日付もしっかり、うん、だから最近役者さんの方たちから声かけられるのが多くなったんですよそのつながりもできて、うん、なんか前の舞台の時も「永遠、うん、のはい、はい、1秒」の時も、うん、終わった後客開けしてる時に声かけられて「うん、あ,ありがとうございます」っつって誰かが呼んだお客さんかなと思ってたら「あの日付変更戦見てました」っつって <laughs> どこどこの。 どどこどこに所属してますってああこうからそれが多くてマラトキはな結構オロに自分もでもそうじゃないですか<う>最近だからそれこそ劇団も増えたりとかして言、うん、ったら大学生が舞台に出てて自分が見に行ったりとか逆に見に来てくれてるというこのお互い知ってる知らないとかもあるし。でままた俺があんまり その舞台の方を見に行けてなかったりするので、うん、もっと気まずいというかあってしか言えない俺も前に声かけあその、まあ、舞台をあ何かのきっかけで知り合った役者さんがいた女優さんで、えー、とその子にね言われたのがあの私、あの舞台見に行きましたよって言った時があって、うん、何かあのバンターハウスでやったやつ。うん 実は私後ろにいてずっと見てたんですけど寝てましたよねって言われて客席同士でってことお客さん同士で俺はその時まだ面識がそんななくてあっちは知ってたと見たことあるから信也さんあの時寝てましたよねってこんなのも見られてるんだと思うよどうよもう最近後ろの席に座るようにしてた。 客席でもさ気抜けないって嫌だよ一方的に知られてるっていうだから今回企画公演でやった「変座見よう」とかはそんなでしただからいきなりバーって話しかけられて「私と私をつなぐ月見に行きました」って「よかったです」ってバーって喋られて何もあいしないでバーって帰られたんですよ。おと思って名前も知らないし誰かもわからないじゃないですか。その後に 暗かったからそんなに顔もちゃんと認識できなくてでその後何回か h 2を見に来てくれたりとか日付変更線見に来てくれるんだけどお互い、目合ってお互い声かけていいのかなっていう顔であのなんか微妙な微笑みの会釈し,してお互いなんか喋らず帰るとか。<ー> かしいな思ね声けてうよだからもうフェイスブックとかでて後で人見知り発揮した挨拶できませんでしたとかお客さんも役者の方とかも言われるんだけども声かけてって思う全然迷惑じゃないから声かけてって思うありがたいしびっくりするだろうけどかけたその直後にフェイスブックとか申請してほしいそしたらあの時声かけてくれた人そうすだっていう写真とか見ても覚えきれるから。 その挨拶だけでやっぱもうずっと覚えとくっていうのはそうそう名前と顔が一致するって大事うん大事 <laughs> 平和だよねその方がね今回だから日付変更戦、うん、私まだ一回も喋ったことない人今回キャストで呼んでるんですよ3人チームジャスパーの子私は見に行ってるし向こうも多分見てく,くれて知ってくれていると信じているけど 戸口正人がリーダーだから、戸口正人経由で依頼してるわけ、はい。はいはい。去年出てくれました。そうそう。だから一回も喋ったことないままって初めてだわけ。日付変更戦で。僕もじゃあ初めてだ。そう。顔合わせ。も僕もだって。時々。リュートはまあ一緒だったんで。リュートはでもこ今,今回出れら出れないから。ジャスパーも別のメンバー。そう。うんうん、だ、そのリュートは別公演があるから出れないってリュートからも聞いてたんですけど、うんうん、だから。 それが決まってからその直後に日付の話がそうそうそう。本当は日付出たい出たいっていうのを前から思ってたからだから三人そうまださだからグループラインも作ってないんだけどこの三人のライン知らないわけ。あもうなんかもうめっちゃドキドキめっちゃドキドキいやもうだから今年の日付もなまた人見知りじゃ日付行くたびに人見知りするからでもさ毎年毎年あれじゃんあのその年の可愛い子と共演してるよね。

中商店の醤油はとこれ結構有名ですよね中商店はよく聞く中商店めっちゃ有名ですよあっちの醤油はめっちゃお前言いですよ場所が分からなくてまだあのねちょうどねあっちのえーカネヒデとか並んでるとこあるよねシェイキーズとかはははいいあそこら辺ですスタヤのとかミスタードーナツのそこら辺にありますあの通り結構今通るけなちょっと大通りから入るよ左に左すぐ曲がってあるんだけどへー行ってみようかなちょっと気にして通ってみます 俺さんから今この時間にあれ荒垣さんがいるやっとなそうえっと告知しましょう8月20日の日曜日お笑いライブあしたあさです今月はね日曜日なんですよで今日リハーサルなんですよリハーサルは変わらず木曜日にやるんですけどね 20日日曜日,日、えーまあ、場所は同じく天スですね、うんえー、時間も、はいえー、チケットも同じ18時半開場19時開演の、うんえー、チケットは1500円となっております、えー、まだまだ予約受け付けておりますので、うんえー、そして予約した方はまた日付、ねうん、あの間違わないようにぜひぜひ。 みんなの SNS チェックしてまた足を運んでいただければと思います。よろししくお願いしまと、えー、8月26日土曜日と27日日曜日が、えー、メカアトリエメカルベースこけら落とし公演ということで劇団大勢がここでやるんですけれども、うん、二人芝居と,、えー、とだるま返しっていう公演するんですけど、はい、二人芝居みたいな二人芝居がよななんかなんでこの役をしんやさんがキャスティングしたかなっていういつもちょっとずっと悩みながら稽古してます。今、うん、この間 あの、ミーズーから聞いたんですけど、うん、だから、お、おーっていうキャスティングだったんで。そう、一<う>回僕ら、あれやったことあるんで。笑いでもやりましたよ、ねはい。だから、僕がやった役、誰かなと思って、一番最後に聞いたんですよ。あれ誰、誰っつって、言ったら <laughs>。 あの直隆って言ってたからあっぽいなっつってだから水にもいや直隆と友紀さんんか似てるんですよね系統が」っつってんか体育会系でしねやってることも似てるだから HO とか尾瀬で何かやるときに音響お願いしてだから直隆はね裏方喫茶なのかな まあじゃこけら落とし公園はあの本公園ということではなく、うん、まあ,あのー、ね。あの大人男さんの。はい、お祝いのための公園ですので、はい、チケットもちょっとお安くして。はい。1> 1, 一般千五百円の学生が、はい、あ、小中高生が千円ですね。はい、でも一時間半とかね。動物も結構見事なのものは見れると思うのでう、はい。ぜひぜひ、あので二十七日の日曜日の。だいたい五時半かな予定では、バラし終わった後なんですけれども、まあそこのメカルベースさんで。えっと、打ち上げと言いますか。 あの懇親会劇団大勢初の懇親会ですよ舞台終わったにうにやりますのでぜひぜひこちらの方もご参加もしあれだったらもう懇親会だけでも懇親会あのね昔といえばミクシーが全盛期の頃おお10年前ぐらいのあの検索の前のリーダーである浅田武雄氏がははい大阪の浅田武雄氏が奈良出身か お勢のオフ会オフ会をやったことあるんですよそういえばえ、じゃあ1年ぶりとかだ松山のビアドームだったよねあありましたね分から昔、あのー昔あったよねありましたねオリジンの忘年会やったりとかしてたとこですそこで五十名ぐらい来たよえぇすごい。カラオケも行って、もこの劇団もみんな来てたからもうみんなで至れ尽くせるのあれですよもうカラオケ歌ってそうだな、オフ会そうだな、あの時ミックシーっていうのがあったからこういうのもできたんだ まあ、だから、今フェイスブック、だから、それがフェイスブックだったり、ツイッターにはなってるので。招待したりとかもね、ありますけれども、できますかうん、ぜひぜひ。いつかやりたいですね、じゃの。えだから、これも二十七日にやるんだってば。<laughs> <laughs> なんでいつかっての話になってる。はい、えっ、ー、とー、ラーメン情報、中商店の水曜日限定塩ラーメン。うん。あ、すい、えっ、ー、と、中商店は水曜日は塩ラーメンの専門店になるって。えー、専門店っていうのかな。 それはちょっと気になるな行きたいな塩ラーメン専門店になりますよと塩といえばしともきですからねいい情報ありがとうございますメカルベースさんってどこにできるんですかあの古島のアンアンと元成が並んでるとこあるじゃないですかそこをちょっと行ったところ左に降りる場所そうそう。あの辺にできるんですねまあもともとあるんですよ 稽古場です稽古場があったのをそこを劇場に立て直してやってるのでそうなんだ、はい、あ,のあんまりちょっと、ね、駐車場がないのでもしあのいらっしゃれる方はあのなるべく公共の交通機関使って来ていただきたいなと思いますのでそうでですね、はい、近くにバス停あるん予約、はい、の方も、はい、あの受けた承っておりますのでぜひぜひよろしくお願いします。とい,、はい、い,いうわけで本日もお時間が迫ってきてますのでまた来週ということになりますけども。 福岡行ったお土産は事務所にある。事務所事務所にあるか。一泊二日。お城のシナさん食べたでしょ。うん。一泊二日なんかね一泊二日のねなんか旅行行ってお土産をね。そうだから福岡限定のチップスとか持ってきてるのかなって思う。なかった。福岡限定は。でもうやっぱ売ってるのは九州沖縄地区だから同じだわけよ。あなるほどね。九州でくくられてるわけ。そう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 。だからちょっとやっぱ食べ物に関してはうんっていうのがあってね。なるほどね。 分かりましたはいはいというわけで本日も木曜人チャンプルも以上でございますはい。メールツーイケスありがとうございましたまた来週よろしくお願いいたしますというわけでこれからリハーサルいってきます友人はいこれから稽古でサルカキシナとはい劇団オゼから秋山ひとみでしたまた来週ありがとうございました